幸せになるポーポーを伝授。お前さん、幸せになりたいゲームずっとしてない？それって無理ゲーよ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 よっぴーたかぴーよぴかたかぴろ、チャララン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 、チャラ悟りマスター、こんな俺やけど、悟りを広げて、宇宙の真理を得た男でございますよ、まんままんままんまみやっちゅってね、風の時代を作ってる中心人物とは、この俺のことだよ、つってね、チャラいのに真理、ど真ん中の、お前ことチャンネル、今日も、行っちゃう。ヒューイゴーということでね、この幻想ポーズからのこれ見たで、ね、決まった決まってない、もう行きたくない行きたくないしてね、今日も楽しく進めていこうかなと思うんですけども、今日はですね、愛するお前がもう喜んで行っちゃうってなるテーマまた持ってきちゃいました。ウイスということでね、急にウイス気合が入っちゃいましたけどもね、幸せになるポーポーね、あの方法のことね、これね、なんか字幕入らないと意味わからないって言って、このコメント入って受けちゃった、本当にね、幸せになるポーポー、幸せになるポーポーね、これ伝授しちゃうよ、っつって。でね、まあ、この副題がね、かっこいいね、副題とか言って言っちゃって、副題が、お前さんもしや、幸せになりたいっていうゲーム、ずっとしてやりませんかって、それやってる間は、もう無理ゲーよ、つってね、要するにクリア不能だよ、そのゲームっていうこと。で、逆説的に、幸せになりたいっていうゲームは無理ゲーってことに気づいた人が、どんな今もまんま幸せの幸せド変態ラッキーもの、行っちゃう行っちゃう行っちゃうって行き続けちゃうね、本当にエクスタシー、あの地上天国おバカさんになれるよってこと、今日は噛み砕いてシェアしていこうかなと思います。でね、これはね、意識の使い方がポイントになるのね、ただこれ全部話す前に今回またこれ言っとくけども、もう分かってるよね、今回も超神回だかんねだかんね。最後までよ、チェキラ、うん、もう、めえ。めえと思ったらもうが出たね。しょうもないボケ。じゃあね、早速行ってこうかなと思うんですけど、これって意識の向け方なんですよ。ね。すげえシンプルなの。ただ、シンプルとまあ簡単っていうのはまたちょっと違うかなと。まあ簡単って言っちゃえば簡単、気づいてね。後ろを振り返ったらめっちゃ簡単やったよみたいな、アホなことしてたわってね、思うんだけども、その時はそれがもう当たり前、それが真実みたいな風に思って、それをもうそうやって意識をそこに向けて見続けてるから、ね。例えるんだったら、じゃあ幸せがさ、このお空ね。青空だとするじゃないですか。ね、いい例えだね。小学生とかも聞けるね。言っちゃう。あ、もうこれ言っちゃったらもう小学生聞けるくなっちゃう。あのね、あの、青空だとするじゃないですか。で、不幸、ずっと不幸だな、幸せになれないっていう人は何をしてるのかというと、青空を見上げずにね、これは幸せだよ。ね、地面を見て、ずっと地面を見続けて、幸せはどこなんだろう、幸せになりたい、幸せとはどこにあるのだろうか、あ、どうすれば幸せになれるんだろう、こんなことがあって幸せになれなかった、あんなことが幸せになれなかった、どうして私は不幸なんだろうか、どうなんだろうか、ああなんだろうかっていうのをずっと意識を地面に向けたまま、ぐる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 思考で幸せを探してるのね。幸せになりたかったらどうしたらいいのかって言ったら、上を見上げればいいよっつって、それだけよこれだけなのよ。だから幸せになれない、ずっと不幸だってね思い続けてる人は、幸せになりたいっていうゲームをずっとし続けてると、もうやだピンポンになっちゃって、こんな時に追い返してさ、とか早く塩巻いて、塩巻いて早く、もう本当に、あの、幸せにどうやったらなれるんだろうっていうふうに思ってるってことは、今が幸せじゃないっていう大前提のもとにやってるのね。 OK そこで、そのまんま、ね、幸せになれない理由、どうやったら私は幸せになれるんだろうか、これが原因で幸せになれないんだろうか、あれが原因で幸せになれないんじゃないか、こうなのか、あんなのかっていうのを、ずっと意識をその暗いところに向けてね、ネガティブな方向にだけ向けて、その中で青空探してってって、だから、もう一回言うけども、上を向いちゃえばええよってだけ、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、高すぎるね、高すぎるキーがね、でもそれ上向いちゃえよってね、 Q さんと一緒に上向いちゃえよってね、坂本 Q さんね、うん、そういうこと、まあまあまあ、だから
簡単に言っちゃうとそうなんだけどもね、なんか言ってることはすげえわかりやすいけども、じゃあどうやったら上向けるのっていう、これだよね、これ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 なってこと。これ今日すっげえポイントになるから、もうメモ書きした方がいいかもしれない、本当にね。この乳首の両方分ね、ここだけ切り取ってそれにメモ書きした方がいいかもしれないって、なんでそんな変態なことしなくちゃいけないんですあのね、意識がね固定しちゃってるんです、地面の方にね。地面の方が全ての現実だって意識が狭いところで固定しちゃってるんですよ。それは言い換えるんだったら、私とは〇〇な私っていう固定観念を幼少期のね、人生の体験の中で取り付けちゃってるからなの。で、幸せっていうのはこれこれこうすると幸せになれるんだっていう、なんかね、嘘っぱちの方程式を外から学んで、その中でずっと固定された意識の中で下を向き続きながら、どうやれば幸せになれるんだろう、こうすれば幸せになれるんだろうかってね。で、どうやったら幸せになれるんだろうかっていうところに意識は向き続けてる結果、幸せじゃない現実が目の前に現れるよっていうだけ。地面しかだって見てないわけだから。で、この固定したね、意識の中から解放されて、あれなんだ、これ別にこっち見ちゃってよかったじゃん。あ、青空が広がってる、幸せだっつってね、うわ太陽が眩しいっつってね、うわ雲が流れてるよっつって、それなだけ、うん。で、空を見上げた時に雨の日もあるよね、風の日もあるよ、雪の日もあるよ、けどどんな今もかけがえのない今やないんですね。ああ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 、愛に溢れてる、幸せに溢れてるっつってね二段階来た、二段階で、ね、危ねえな、ノープランでやってるから本当着地が怖いんだよ、自分でも分かってんのかお前本当にな。まあそんな感じでね、幸せになるポーポーっていうのは、幸せになろう幸せになろうね、幸せになりたい幸せになりたいっていうゲームをし続けてる限りは絶対になれないんですよっつってね、固定して地面を見続けてるからだよっつって、それをちゃんとまんまをまんま見る。これ必殺技出ましたよ、ヨッピーの。無敵の、ね、宇宙のもう真理ど真ん中の法則ね。まんまミーヤの法則出ましたよね。まんまをまんま見ていくと、固着していた意識が解放されていくの。で、意識が解放っていうのは、緩んでいくってことなんですよね。そうすると、この固定された私っていうものが、どんどん緩んできて、あれなんか違ったかもしれない。なんかどうでもよくなってきちゃったな。あれ空が青い。これやんみたいなね。そういう人たちが僕のセッションに来たり、サロンに入ったりされてます。だから、皆さん別にスピリチュアルに傾倒した人もいればしない人もいるんだけども、ずーっとやり続けた人たち、ね。この幸せになろうゲーム、無理ゲーってことに気づくと、はぁ、いろいろやってる、どうしようどうしよう、いろんな解放ブロックワークをやってやってやって、ダメダメダメ、あダメ、引き寄せる、遅くした、引き寄せません、ノンデュアリティ、無無無、私はいない、私はいるじゃんいるじゃん、どうしようどうしよう、あどうしようどうしよう、あ空青いやんつってまんまみーや、なんてこった、下ばっか向いてた、上向いたらなんてこった、まんまみーや、空青やんけってことね、それなだけだから、まんま見てもらうっていうことですよね。まんま見る意識をね、ずっと固定されてた、その思考だけじゃなくて、体の感覚ね、おっぴろげて、ハートをおっぴろげて、素直に体の感覚まで見ていけるようになると、お前の意識は少しずつ少しずつね、拡大して、ね、新しい現実がどん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 目の前に現れてきて、なんや、ずっと幸せだったやないかってことに気づきまくから、ね、バイヤー、これ永久保存版じゃないのっていう感じで、まんまま、まんまま、まんま、まんま、みーやーからの、まんまリーラー。今がいつも幸せの変態になって、神の遊び場として人生を楽しみまくろうぜ。ちゃう、お前、ゴッド、いっちゃう、チャンネル登録は抜いてまたよろしくお願いします。もう連発ちょっと良くないね。かわいい子、デューズ。ふわっときたね。早え。カメラがついていけたかな、今。最近このまるちゃんがね、ちょっくんが飛び乗るのをね真似してこうやって飛ぶんですよ。
前はすごい気使ってね、本当甘えたいのに他の猫に遠慮してこういうことしなかったんだけどね、最近はねちゃんと本音になってきてね、ヨッピーと一緒だね、マルちゃんね。似た者同士だね、マルちゃんね。手足長くてイケメンでね、ヨッピーと一緒だね、はははつってね。あ、嬉しいね、お姉ちゃんにピルピルしているの。うん、あらららよかったね、注意してもらって。以上、まるちゃんの神回でございました。